はい、皆さんこんにちは。東京仕事統合よしきです。プロデュースマンおじゃまシーズン2のオンタクト能力評価課題曲の続きを見ていこうと思います。今日はですね、11人目ですね。もう早速、じゃあもう前回ね、いろいろ説明はしたと思うので、続きを見ていきたいと思います。うまい子がいっぱい出てくるといいんですけどね。それでは見ていきましょう。はい、それでは早速見ていきたいと思います。まずですね、今日11人目がですね、富澤正樹くん、行ってみたいと思います。レッツゴー。富澤正樹、東京19歳。ポジション確認が今うまくいったかな。すごい優しそう、この子。えい、いいね、めっちゃ笑っとるやん。Pick me up。 たい場所がある、心配ばかりしてないでさ。なるほど、そっちに行ったか。走り出せ、登るトップへ。トントン、出荷か。いや、いいぞ、表情いいぞ、コンコ。はいはいはい、あ、おお、かかとでちゃんとやっとる。Pick me up。どうだろう、ダンスは未経験かな。未経験にしてはちょっとこう動きがさ、滑らかなとこ滑らかなんだよね。体の使い方が割とこうできてるというか、ちょっとね、硬いところというか、やっぱり慣れてないところもあるけど、覚えたらすごい成長しそうな子な気がする。あと単純に表情めっちゃいいかも。やっぱ人が見るのってどうしてもね、本当にダンサーとかじゃない限り、振り付けのここのこの動きのここめっちゃいいよとか、そういう人だって世間にいないから、大概みんな見るのって顔だから。やっぱガンサーって言葉がね、ダンサーの中にも昔からあるぐらいで、表情って本当に大事で、撮影するとき絶対緊張してたと思うんだけど、その中の割には、もし仮にね、この子はじゃあもし自分のダンスに自信がなかったとしても、すごい表情で和ませるというか、それだけのね、表情管理というか、そっちの方は結構最初から長けてんじゃないかなと思う。いい顔してます、まさきくん。イエイ。じゃあ続いていきたいと思います。はい、続いてがですね、リヨシルイくん、行ってみたいと思います。ちょん、リヨシって読むんだ。新潟22歳。超シンプル格好。つっ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 、はい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 。あ、でもすごい元気。型紙ユシっぽい。ユシくんっぽい、なんかばかりしてないでさ。あー、早くなっちゃった。ガンガンガン。この子は多分初心者だろうな。来てる、いつかめ、おいつかめ、Everybody 頑張れ。
イエーイ。でもすっげえ笑ってるじゃん。超楽しそうじゃん。おお、最後、最後ちょっとかっこ、ちょっと最後決めてくるやん。ウケる。ルイくん、ちょっと可愛い感じに、ってやったら最後だけ。ちょっと決めてくるの面白いな。あ、でもこの子もすごい表情いいかも。多分ダンスは多分まじまじな初心者だと思うけど、この映像で見る感じはすごい顔とかも良さそうな感じがするからね。実際制服着て踊ったりしたらすげえ映えそうな感じがする。はい、じゃあ続いていってみたいと思います。続きまして、西山智樹くんですね。いってみましょう。バン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 いっちゃうよ。ごめん、ちょっと待って。あれあれ見てなかった、いつもの。千葉の22歳。お、ちょっと小柄？ヘちゃんみたい、顔たち。NCT の。えい。あの、なんかちょっと可愛いね。はい、はい。かわいい。こうだと。おお、そこちゃんと首入るんや。頑張れーって感じ。水のど真ん中で君は誰のピックミアップ、君は一体誰の手を取るの。いいね。Everybody。 うん、でもちゃんと早いところも頑張って覚えてるね。はい、頑張った。イエイ。なんかごめん、どうしてもさ、あの年齢とか22歳ちょっと割と上の方だと思うんだけどさ、雰囲気となんか小柄な感じとですごいなんか、あ、頑張れーみたいなさ、お母さん目線じゃないけどさ、なんかちょっとそんな感じで思えちゃうね。かわいい。ダンスは正直ね、今からちょっともっと頑張ってほしいって感じかな。緊張したとこ肩上がるかなみたいな、そういうタイプかなと正直思うんだけど、踊ってる時たまにでもちゃんとこう、あ、笑顔にいいじゃないけどさ、それがさ、やっぱこっちから見てもっていうか、いい意味で本当に多分踊るのは楽しいっていうか、踊るの好きな子なんだろうなっていう、そういった表情で出してくれてるような気もしてるから、今の動画の途中でさ、笑顔出す時とかにやっぱ顔はやっぱ本当に大事だと思う。いやー、頑張ってほしいですね。はい、続いてこれが14人目ですね。森崎大輔くん、行ってみたいと思います。森崎大輔、19歳、兵庫。お、韓国好きそう。ほう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 。踊れるね。元気元気。今すぐにたどり着きたい場所がある。うんうん。うん、軸割としっかりしてるな、この子。体ぶれないね。ああいい、ここ綺麗、ここ綺麗。はいはい、だったった。
あ、おうおう、よきよき。イエー。あー、笑ったおー、大輔くんいいんじゃないですか。割とダンスはちょっといける感じかなというのがありますけど、ちょっとかっこいい系かな。こう表情的にはこう真剣な感じ、一瞬ちょっと笑った瞬間にね、ちょっとドキッときましたキュンじゃないけど、いや、よきよき。この感じ、もっとね、もっと成長するところダンスって絶対あるけども、わりかしこう軸がしっかりしてるというか、ターンとかしてもブレなかったりとかしたから、グループで動いて踊るとなっても絶対的にバランスすごいいいと思う、この子。森崎大輔くん、よかったです。はい、15人目いきまーす。新井春樹くん、行ってみたいと思います。新井春樹、19歳、千葉。うんうん、歩いてる感じいいぞ。あ、割と踊れる。割とっていうか全然いける。はい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 。あー、これはうまいわ。はいはいはい、いいね。行けば行って、心配ばかりしてないでさ。うん、シンプル。君は誰の Pick me up。 来てる、いつかめ、はい、いつかめ。おーおー、運動神経いいタイプかもな。元気ー。ドゥーン、カッカ。はい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 、余裕があるって感じ、すごい。新井春樹くん、あ行だね。多分自分が前動画上げた時にも速攻でこう出てきた最初の本の名前の子だ。ダンスこの子は普通にできるね。余裕がある。表情とかもだけどさ、ちゃんと手を取るのとか、その動きじゃないけどさ、やっぱ間にさ、わかりしてとかでこう、俺もね、こう顔とかこう動いたりするタイプなんだけど、歌が頭に入ってて、ちゃんとこう歌詞を理解してるじゃないけど、歌ってるようにっていうのが分かる子は、やっぱそういう動きとかさ、ちゃんと通るのとか、そういうのが自然と入る子は、ちゃんと本当になんか歌って踊ってを意識できてる子だと思う。そういう意味ではすごくこの子はいいと思います。はい、続いて16人目ですね。小池俊二くん、行ってみたいと思います。小池俊二、18歳、埼玉県。格好的にはなんか結構踊れそうな感じがするな。どうだろう。か後ろそこ足つくんだ、勝手悪そうだな。元気ー。タンタン。うん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 。体の動かし方すげえいいな。
誰の手を取るの、うんうんうん、だだだだかん、Everybody。ねえ、イエー。基本ガニ股タイプか？目つかめ、イエー。あはははは、安心した顔、かわいい。最後ちょっと踊り終わってほっとしてるところすげえなんか人間見出るというかさ、ちょっとそういうところもすげえ見てしまう、なんかみたいなさ、いいよね。いや普通に踊れるこの子も、ただその踊るところところでやっぱ苦手なポージングとか多分あると思うんだけど、ディティールちゃんと揃えたら、ちゃんと教えたら形すっごい綺麗になると思う。足基本なんか広めというか低い体勢が多かったから、それをそれでね使い方次第で、低いなら低いなりの足の形とか、もっと細かいところもし揃えたらすごく綺麗な踊りがなおさらできる子になると思う、この子。たらめっちゃ入ると思う、動きとかが。と思いました。まあ、あくまでもね、もうみんなに言ってるの本当僕なりの意見なのでね、なんとなく思ったことを言っております。はい、それでは17人目ですね、篠ヶ谷歩夢くん行きたいと思います。篠ヶ谷歩夢19、静岡。もう雰囲気あるね。さあ、えい。うん。え、結構まとまってんじゃないこの子。はい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 、すごい、めっちゃいい意味でカメラ目線すごい引き寄せられる、なんかうんうん、光輝く Pick me 未来のど真ん中で誰の Pick me up、 はい、Everybody。 あ、ちょっと早くなった、惜しい、そこ。これめっちゃ前やな。めーイエー、おー、よき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 、篠ヶ谷歩夢くん。なんかパッて一瞬見た時のかっこいいかみたいな雰囲気と好みが分かれるとは思うけどね、顔の雰囲気とこう踊ってる時の感じと、パッと見かっこよく見えて踊ったら可愛く見えるじゃないけど、そこの相性すごいいいかも。踊りも結構できるっぽそうだし、篠ヶ谷歩夢くん良きです。個人的になんか俺好きかも、なんかダンスの今の映像だけの感じだと。はい、続いてがですね、18人目ですね、枝本ライヤくん。かっこいいよ名前。ごめんね、ライダーって仮面ライダーとかでもいるからさ。ごめんなさい。ライヤくん21歳、北海道。どんな感じの子だ。えい、顔ちっちゃ。スタイル良きだね。うん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 、頑張れダンス。ドンドンズスードンドン、お、歌ってる歌ってる、ちゃんと。
トンカ。表情良きこの子。ライヤくん。イエーイ。わーわーあ、ピックミーアップ。イエーイ。トゥントゥーガン、新しいの入ったぞ一個。いや、それも含めて俺この子好きだわ。いや、ライヤくんね、ダンスは多分習ったことあるのか未経験かがわからない、そんな超上手いってわけじゃないんだけど、なんだろう、俺他の子たちでもあんま競えば気にしてなかったんだけど、なんかすごいこの子にとって思ったのが、歌を全部さ、他の子でもちょっと口ずさんでたかもしれないんだけどね、一番それがでもパッと入りやすかったのが今この子で、要はちゃんとやっぱ自分単純にプリューが好きなのか、この歌が大好きなのかとかだけなのかもしれないんだけど、すごいなんか歌って踊ってこの曲を一緒にやろうとしてる感がすごい感じました。僕は踊りながらちゃんとでも歌口で表情を表すっていうかさ、そういうのもすごくこう意識してできる、多分すごい真面目な子なんじゃないかなとこの中だけで僕は思いました。よきライヤくん、名前もかっこいいし。偏見。はい、続いて19人目ですね。三笹川天気くん、いきます。合ってるよね名前。三笹川天気、21歳、広島県。パフュームと同じところだ。うん、かわいい、なんか光みたい、北川光くんみたい顔。ピンクミアー、タンタたどり着きたい場所がある。青好きなんだねこの子。合わせてきたんだね、プリューカラーかな。頑張れ、ダンダン、I want 撮るのカメトンズコン、タタ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 。はい。かわいいな。つかめつかめ、おー、なんとか踊り切ったね。ダンス全然関係ないんだけどさ、自分で言うのもなんだけど、この子もなんか年齢により若く見られそうな気がする。すごいなんか10代ぐらいに見えた。俺も10代ぐらいに見られたりとか全然してたんですけど、プルの中で。あははは。可愛い系好きな子はちょっとこの子は燃えるんじゃないでしょうか。はい、それでは今回のラスト、三浦祐希くん行ってみたいと思います。三浦祐希19歳、愛知県。あら、こんにちはって感じ。ずっずっずっ、あいあい、身長そんな大きくないかな、けどダンスの動きが大きいからいい感じやな。あい、あー見せ方分かってる子かな、なんか。Hi, Bon.
光輝くピピや光のど真ん中で、取るの。頑張れ頑張れ、疲れてきてるか、頑張れ。ねえ、イエー、おっしょー、オッケーオッケー、ちゃんとできたね、ちゃんとできたねって何がやって話やけど。いやいや、表情めっちゃ見てたんだけど、結構前半の方とかもだけど、こう自分の決めるところは決める、ダンスはめっちゃ上手いってわけではないんだけど、その分なんか表情でこう見せるとか、こう綺麗に見せたりとかさ、笑ったりちょっとニヤっていう感じにしたりとか、そういう自分の中の顔の種類を何個か持って、ちゃんとそれを使い分けてやってるような気がする。この子はただ笑うだけじゃなくて、後半ちょっと疲れてきたのかなって感じだったんだけど、ちゃんと最後までやりきったなと思いました。はい、ということで今日も20人目までいきましたね。ちょっと踊れる子が途中ね、あ、この子めっちゃダンス上手いかもと思う子ももちろん出てきたし、なんだろうな、ダンス苦手な子やっぱこうなる子が多いとか、今回やっぱなんか優しい雰囲気の男の子がさ多いイメージがあるんだけど、その子たちみんなこうちょっとちっちゃくなっちゃってるんだよね。それがまた可愛いんだけど、で踊れる子、動きがねがっちりしてる子はこういうイメージがあるんですけど、皆様の好みはどちらになるでしょうか。ということで、はい、今回はこんな感じでですね、20人目まで見ました。今回の動画が面白かったら、ぜひ次回の動画でお会いしましょう。それでは東郷よしきでした。またねー。